皆さんこんにちは、ダイタラです。ポケットモンスターレッツゴー EV、ね、クリア後やっていきましょうか。さてクリア後でね、なんかね、ジムリーダーがね、なんか再戦できて、そしてめちゃめちゃ強くなってるらしいんですよね。なので今日はちょっとジムリーダージムリーダー巡りをちょっとしてみたいなと思いますね。もうなったよチャンピオンこの人たちはもう戦いなんだよね。さてね、たけし初めて来た時からすっかり見違えたな。ポケモンリーグを制覇した君にお願いがある。実はジムリーダーにはリーグチャンピオンとの試合が認められている。あ、そうなんだ。俺にもう一度君と勝負させてくれ。俺の本気を君に示したいと思う。さて各ジムリーダーの本気の戦い、これがね、各町にいるリーダーの実力、やってみましょう。たけしどれぐらいだろう、レベル60代だったら俺は泣く。さて今回はね、俺のポケモンマスターボールに入ってるミュウツー登場です。ついに最強ポケモン。あ、56雑魚かよさあメガ進化してやっつけちゃいましょうか。 XY どっちかが物理、どっちかが特殊型だったんですけど、ちょっと忘れたので適当にいきましょう。最高記念室どっちだったっけねえ。 X が、あ、これ物理の方だな。 Y の方を主軸に戦わなきゃいけないんだね。メガミュウツ攻撃力の種族値がすごく高い形態ですね、これはレベル差の暴力よこれさあミュウツー、まあ、こんな感じでミュウツーやっぱかっけえな。普通に強えわ。さあオブスター買いましょうポケモンね。さあミュウツー、そしてミュウね、ちょっと他のポケモンのレベルもねちょっとやっぱ上げていきたいなと思ってるんですよね。よし、で今後の目標なんですけど、皆さん聞いていただきたいのがあって、なんかね、あのマスタートレーナーズっていたじゃん、たくさんいたマスタートレーナー、あのマスタートレーナーをね、なんかね6人ぐらい倒せばね、とある人と戦えるようになるってね、あのググったんですけど僕ね、調べたら出てきまして、なので、ね、当面はね、そのたくさん各ね、あのマスタートレーナー、例えばね今いるカキンちゃんとかミュウツーとか、あとね未来あるよとかね、キューコンとか、そのあたりのね、マスタートレーナーズね倒すの目標にしていきたいと思います。なのでね、当面は各地でレベル上げなどね、ポケモン捕獲などしていきましょう。頑張るぞみんな。ドドドン。ポケモン図鑑も完成させなきゃいけねえもんな。まあ、道中でそれでレベル上がっていくでしょ、どんどんと。ね。さあ、カブトプス、トゥプスプス、カブトプス。カブトプスって、岩だよね。カブトプス使ってくんだな、こいつ。このまま行きましょう。カブトプス。よし。かっけえ。見た目かっこいいよね。さあ、いけ。10万ボルト。10万ボルトが便利やな。電気タイプが俺のパティにいないのがちょっとね、悲しいとこだよね、ほんと。初代って、うわ、マヒッター初代って、なんか電気やっぱ強いし。電気、水あたりが強いよね、エスパート。よし。さて、お疲れ様でーす。だって、あの、悪タイプがいないんだよね、初代って。おっと頑張れ、俺のスイッチースイッチ買い替えよう。やべえだろ、これどうしたんだ、俺のスイッチも。ミュウツーじゃ、ミュウちゃんの課金ちゃん出てくるとき、だいたいこんなことなんない。10万ボルト重いのかな。さあ、ミラやるよ、レベルアップ。56。56って低いよね、ほんと。プテラ、テンプラ。ね、プテちゃんはどうやって落とそうかな。まあ、普通に落とすと、キューコンのね、レートビームで1コロでしょ。よし。俺は有利を取っていくで、どんどん。ミュウツー、ミュウ、キューコン。だから、チャンピオンとしてね、恥ずかしくね、戦いをね、やっぱ。示していかねえとな。圧倒的な力でねじ伏せる。俺が、関東の頂点だ。あ、すみません、早っ。ちょっと待って、やめて。すみません。頂点とか言って、すみません。おら、耐えられたんだけど。待って。これはまずいやつ。ちょっと買いますね、ポケモン。いきなり日和男、リオエウス出しましょう。いや、ビビるから、ちょっとでもね、岩タイプだからさ、岩技されたらピンチなんだけど、リオエウス。素早さで。ストーンエッジとかさ、岩なだれとか。噛み砕く。いや、無事リンチョ。痛い。いやー、待って。これ、まずいわ。待って、これ、リオエウス、チャンピオンとしての戦い方、雑魚すぎる。ちょ、ごめん。ミュウツ、お願い。ごめん、お願い。ちょっと、受けて。攻撃。倒してこいつ。プテラズ、厄介だわ。ほら、岩なだれ。やってくると思ったよ、もう、ほんとすぐ。効かねえな、そんな攻撃。ミュウツー舐めるなよ。よし、とどめ行きましょう。あ、素早さ勝ってる、さすが。レベル3の暴力。いや、プテラ強すぎる。
素早さマジ早い。俺プテラ孵化させてないよね。まだ早くどっかで孵化させないとな。さてゴローニャラストですね。ポケモン買いましょう。最後は未来あるように決めてもらいましょうか。あるよ未来あるよ。いくぜ。一番レベル低いからな、ほんと。出てドーンと。ミュウツーでもこれ以上レベル飽きなくてもいい気もするんだけどね、正直言って。でも、まあって感じ。まあ、近藤さんがクビになっちゃったからな、ほんと。よし、さあ一撃必殺。さあ、ジムリーダー、たけしはこれで撃破。まあ、こんなもんですかね。ジムリーダー。まあ、所詮は各地方にね、飛ばされているチャンピオンだ。チャンピオンではないな。強いことは分かっていたが。1万円もくれるの?やばくね、これ。ブリーダーになりたい俺の夢は少しお預けだ。それよりも今は君に勝てるよ。もっと修行したい。よかったら毎日相手を頼む。ね。なんかね、毎日戦えるらしいんですよね。この強化ジムリーダーって。意外とでも強いポケモン使ってきたんで俺ビビってるんですけど。大丈夫かな?さあ次、霞行きましょうか。では二つ目行きましょうか。で、リーダー霞、おてんば人魚と戦ってみたいと思います。さあ、この水着のお姉さんがたくさんいる空間。湿度やばそう、ここ。さあ、こんにちは。バトルしようぜ。噂は聞いたわ。君やあの子がロケット団を倒してチャンピオンを競い合ったって。私、もううずうずしてしょうがないの。強くなった君ともう一度戦ってみたくてたまらない。嫌とは言わないわよね。さあ、行きましょうか。本気のジムリーダー、霞編。何使ってくんだろう。モンスターカブトムス使ってんじゃくんじゃねえこいつも。なあ。さあ、ゴルダック。ゴルダック、スターミー。あと、なんだろう。毒クラゲ。アズマ王とか。わからん。何使ってくんだろうな。まあ、今言ったポケモンあたりが出てくるんでしょうかね。毒クラゲはわかんねえな、でも。さて、ゴルダック。メガ進化してやっつきましょうか。さあ、こっちの携帯をね、俺のミュウツーはね、うまく使っていきたいと思いまーす。ミュウトゥーワーオーミュウみたいなフォルムになるんだよな、これ。メガ進化すると。最後禁止。くらえ!うわっと耐えるか。マジか。光の壁か、お前。それはずるい。うわ、特殊これで封じられましたね。いきなり。電気の物理技ってないよね。さあ、どう戦うべきか、これは。さあ、これだけ落とす、とりあえず。むむむむむ?経験値少な。さあ、シャワーズ!うわ、やばいな、シャワーズか。電気しか弱点ないんだけど、あ、雷パンチがあるか。でも、雷パンチ、水だからな、メガ進化今使えない今となっては、ねえ、出しづらいポケモンですね。なので、ここだな、白ボサが草タイプの物理技、スクスクボンバーあるよね。これでいきましょう、白ボサ。頼むぜ。EV マスターなめんなよ。ボサボサ。ボサボサじゃない。VV です。行きましょう。よし。ではでは、スクボン。物理だよね。OK。行きましょう。さあ、宿り木の体。このしね。この宿り木の体植える戦法、マジでね、凶悪だから。ほんとおすすめだよ、マジ。OK。さあ、種植え付けて。ハードルポンプ避けた。白もさね。なんかほんと毎回避けてくれるんだね、ほんと。さ、シャワーズが相手に出てきたってことは、やっぱ水タイプ限定みたいな感じが。ってことはね、オムスターとかカブトプスとか出てこない感じかな、多分。よいしょー。さあ、これで撃破。マジ強え。白ボサエースだわ。なあ、先輩やぞ、お前、シャワーズは。よし。さあ、経験値たくさんもらって。お、課金ちゃんレベル59。だんだん強くなってきた。さあ、ギャラドス。ギャラドス出してくんのか。結構厄介ですね。でも、ギャラドスだったら、雷パンチで一撃で落とせるので、出しましょうか。先制も取れて、雷パンチの4倍ダメージで、パッと落としましょう。気候と水タイプだからね、確か。水タイプには炎タイプだあえてね、行きましょう、神ちゃん。さあ、これで光の壁そろそろ消えるはず。耐えるの?待って、まずい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 。滝登り。あ、あかん、あかん。耐える、こっちも。泣きそうだ、ごめんな、リオエース。さあ、光の壁はなくなったので、これでいけるぞ。くっそ、強えやつだぜ。さすが、ギャラちゃん。よし。防御高いんだね、やっぱ。くっそ、さあ、どうだ、次は。で、スターミーか。なるほどね。
スタミ戦はどうしようかな。カキンちゃん出す？ここも。ねえ、キューコン出番ないっすね、全然。カキンちゃん行きましょう。10万ボルトで落としたいと思います。でででーん、カキンカキン。スタミ、かっけー。くるっと回るとなんかいい感じに、なんかね、扇風機みたいになるといいよね。メガホンでもいいかなって思うんだけど。メガホンするか、じゃあ。当たるかわかんないけど。当たれ！当たったぜ！メガホン！ブサッと刺さる。いいね。効果抜群。エスパーに虫は効く。サハイドのポンプ避ける。ちょっと待って。待ってよ。俺のポケモンみんな避けすぎ。マジで強い。よし。さあ、これでエースサリン落とす。かすみのポケモン懐いてないのかな？避けないもんね、全然。掛け声で避けたっていう。避けろってね。よし。さあ、ジュゴン。最後、ジュゴンか。マジか。ジュゴン氷だよね、確か。どうしようか、誰で行く？未来あるよ、キューコン。課金ちゃんのままでいいか。ジュゴン、格闘タイプいないから叩き潰せないんだよね、今。近藤さん。どうして俺が消したんだ、すまんね。あ、10万ボルトでやがって、何してんの、俺。うわ、やらかしたな、これ。さあ、滝登り。痛い、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 痛い。滝登りガツガツ打ってくるな、こやつ。さあ、10万ボルト。かませ。デレドン。これで、いいね。いいか、あんま変わらんのちゃうか、最後気にして。あ、でも、マヒタ追加効果美味しい。さあ、滝登り。さあ、これで、ジムリーダーね。花野のジムリーダーも、なんとか撃破完了。あんまダメージで今回受けなかった？いや、聞いてるな、リオエウス。だいたい平均56、そして57ってとこですかね。ちょうどレベル上げに持ってこいってぐらいなのかなって思います。このポケモンあたりは。やったぜ。はっ、参っちゃうわっていう。でもこれ毎日さ、8人倒すとさ、相当金儲かるで、これ。ねえ、10万近くも入るわけや、毎日戦えたら。嬉しいな、これは。オッケー。じゃあ次はね、マチス。さて、クチバシシのマチス行く前にね、ここポケモン大好きクラブなんですけど、ここでなんかね、新しい衣装もらえるらしい。ピカチュウチュウピカチュウかわいい。ね。やーやー、抱いたら、相棒とはどこがやったのか？白ボサが抱いたらが完璧に好きになったら、またここに来なさい。え？なってんじゃね？お！白ボサは抱いたらのこと、完璧に大好きみたいじゃんな。ポケモンとトレーナーの究極な絆の形。いいもの見せてもらった気持ちじゃ。お！シャワーズセット、サンダースセット、ブースターセット、エフィーセット、ブラッキーセット、リフィアセット、グレシアセット、リフィアセットもらったー、だってー待って、お着替えできるのこれ。ちょっと見てみようぜ、これ。お着替えトランク。慣れるのポケモンに、もしかして。ねえ。マジか。サンダースなっていく、サンダースじゃあ。サンダース。サンダース好き俺。これは、良いやつじゃん。ねえ、サンダースガラーだ、ガラーで、ね、カラーです。俺はないの？サンダース。あ、あるじゃん。ねえ、サンダース抱いたらなれんの？俺も。やべえ。黄色がコンセプト。電撃ビリビリ。ねえ。やべえ、雷使いって感じするわ、これ。これね、絶対もらった方がいい。かっこいいわ、全種類。で、バックも、ねえ、ねえ、EV、シャワーズ、サンダース、ねえ。まあ、他のはね、またちょこちょこまた着替えていこうと思います。すごい、黄色コンビ、ピカチュウと旅してるみたいな感じ。のげでだろ。いいもん、もろたわ。ん？クラフ。で、バッチス行くか。さて、クチバシティジムリーダーマチス、ライトニングタフガイドバトルしていきましょうか。頑張るぞー。さてね、ちょっと手持ちのポケモンミュウツー少し下がってもらいました。やっぱ強すぎるからね。近藤さんに戻しました。さあ、ユーポケモンリーグまで行ったとは、ビッグサプライズね。きっとエレクトリックポケモン、ベラベラ活躍したはずね。いなかったよ、電気ポケモン。どんなポケモンを育てたか、今すぐショーミー見せてね。行きましょう。さあ、タフガイドバトル。マチス、マルマイン、エレブ、あとわかんない。ライチュウ。ってなとこでしょうか。レアコイルか、あと。厄介なポケモンたちだぜ。行きましょうか。バトルです。さて、地震があるからね、ここは大丈夫。大爆発だけはやめてくれ。ダメろっつったじゃん！
近藤さんの役目これで終わりだよもう。ねえ最低やんこいつ。近藤さん経験値もらって嬉しいねだけど。ねえもうあがマチスに自信放ってどうすんねん。さあレアコイル買いますかポケモン。くっそいきなり役割終わったんだけど、マジ何のために戦ってたんだ俺は。さあ答え行きましょう。リオエウス、ああ行きます。さあレアコイル、超小ぜ。さて火炎放射で焼き払えばいいかな。さメガ進化しましょう。ここはね、メガ進化は1試合で1回だけね。複数のメガ進化ポケモンがいてもね1回しかできないんですよね。だからミュウツーがいるとメガ進化できなくなっちゃうので、まあこれはこれで良い形。火炎放射焼け、よし。さあレアコイル落とす。最強マチス、まあ大した敵じゃないでしょう。いけるはず。さあサンダース、あサンダースが出してくんの。どうしよっかなサンダース戦。ねえこのまま突っ張るか。でも飛行ついてるからやられちゃうかな。ねえやられちゃいそうだな、やられちゃいそうだな。素早さ早いもんな。ってことを考えると近藤さんが良かったんだけど、いやダブリオエース行こう。突っ張ろう俺、男なら突っ張るべき。突っ張る男ダイダラ勝負と行こうぜ。サンダースくらい自信。うわ、雷はやばい。雷は死ぬかもしれん。だが、おーっと、待って、残された、体力。まずい。耐えろ、雷耐えろ。やった、なかった、よし。運の神様に愛されてる。避けろ、ピカチュウ。そうだ。ねえ、避けろ、リオエウス。いや、むしろ向こうが外せ、サンダース。俺の言うこと聞くね、そのポケモン。いいっすね。さあ、エレブ。エレブかエレブもこのままでいいと思うんだよね。でも雷してくる気する。またやっぱエレブ電気単体タイプ系が結構使ってくる感じかなね。でもエレブに対しては素早さ勝ってるからね。上から2発殴りかけたら終わると思います。一発で終わった。最強サンダースって結構耐久高いのに、ね、エレブの方が高そうに見えるんだけど。さあこれでリオエースレベルアップ59。いや四天王ってないわ。ジムリーダー倒していくとどんどんレベル上がっていくな。いいのこれ。え、ちょ、待って、これ、四天王も評価されてるんだっけ確か。勝てるんですかねそれは。まあまあ、それはまた、後日、後の話って形で。行きましょうか。とりあえず、来週。レベルはね、日に上げていかねえと。さあ、くらいで、自信ベイ、よっしゃ、一撃落とした。一撃で落とせる。いや、なんか、解放者撃つために Y だったけど、X でもよかったかもね。わかんねえ。よし、さっき言うか、63。みんな強くなってきたな、ほんと。アンブレブレバボーごめんな、電気タイプおらんかったわ。ねえ、まだ、ギブアップしたくないね。こんな気持ち、関東来て初めてだよ。明日も来てくださーい。毎日来てくれ、大変じゃん、これ。じゃあ次は、エリカ様かな。さて、玉虫シティでジム行く前に、ちょっとお買い物しましょうか。技マシーンです。ねえ、技マシーンね、実は買ってなかったですよね、これ。技マシーン17とか。ちょっと、これ全部買っちゃいましょうか。オッケー、さあこれで金買って、めっちゃ金買った。6万円まで減っちゃった。破壊光線高え。さあこれで技マシーンね、だいぶ揃ったんじゃないかと思うんですよ。もしかしたらオールコンプリートできたんじゃないかなと思うんですけど。ダメちょっと見てみましょうか。技マシーンね、番号順。さて、1、2、3、4、5、6、7、8。あ !11 がないねえ。まだ何個かないんだね、俺。23、24もない。26もないわ。意外とないわ。結構ね、全部集めたつもりだったんですけど。まあ、このね、技マシーンもね、なんとか全部最後まで集めきりたいなと思います。図鑑集め、技マシーン集め、56もないな。3つだけかな、とないの。意外と少なかったね。いい感じやん。よし。では、ちょっともう一回ジム行ってきまーす。さて、エリカ様も元まで来ました。これ、奥まで行くのクソだるいんだよね。さあ、来ました。行きましょうか、バーサスエリカ様。確か図鑑を作っていらした方ね。あれからいかがお過ごしでしたの？まあそんなのご活躍されてるのね。私世間のことにはあまり興味がなくて。でも試合は別ですわ。そのためにいらしたのでしょ。チャンピオンに対しても普段と変わらぬその態度好きです。さあ行きましょう。エリカ可愛いです。和服美人いいですね。さあ行きましょう。モンジャラ草タイプの使い手誰だこれ最初。あ近藤さんか最初。大丈夫か近藤さん。頼むぞ。
近藤さん、わが、あ、待って、近藤さん、しかも回復してなーい。終わったかもしれん。決めろ。うわ、やばいわ、これ。やばいわ、これ。リフレクター、ちょっと待って、終わったー。近藤さん、終わったーってやつ。まずいまずいまずい。これはね、ちょっと一回リオエウスで焼き払いましょう。やらかした、回復してねー、今回。近藤さん、大爆発食らった直後のままだ。しかもリフレクター貼られるっていう失態。だからもう草は焼きましょう。避けたーっていう。避けたーってすげえじゃん。あれ、リオエウスなんで回復してんだ？あ、そっか。回復してたか。避けたか。全部避けてたっけ？覚えてねえわ。よし。いいね、これは。さて、モンジュラ撃破して。やっぱりね、リフレクター貼られたからね。特殊でガツガツ焼いていきましょう。なしー。ナッシーか。いや、このまま行きましょう。ナッシーもいける。そうか、アローラじゃない、ナッシー。ナッシーって、使ってなかったよね、本編では。で、解放者。さあ、モンジャラ、ナッシー。あと何来るだろう。ねえ、リーフィアとか出てこないよね。いや、いないもん、そりゃそうだな。さあ、最近ね。やめろ！え、結構効く。ちょっとこれ、やっつけたら退場しましょう。で、火炎放射。とりあえず、リフレクターの効果が多分このターンあたりで切れると思うね。もう一旦かな、わかんないけど。切れたら変わりたい、早く。ナッシー、バイバーイ。また、リフレクター切れない？リフレクター切れた！オッケー！さあ、ラフレシア。ねえ、ラフちゃん、レシアン。ラフちゃん、レシアンどうしようかな、ラフちゃん、レシアン。レシアンって何？で、誰でいけるか、キューコンで凍らせるか？それでいこう。え、ラフレシアって毒入ってたっけ？でも毒っぽい見た目してんだよな、こいつ。わー、でも毒入ってた不思議魔なんで、いつも俺わかんないんだよな。同じこと言ってる気がする。ラフレシアってどうだったっけって。一生学ばない男を大だらです。行きましょう、レートビーム。あ、これ効くっしょ、とりあえず。はい、冷凍保存ビーム。か、耐える。しびれこな、よし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 、怖い怖い。いや、なんかね、今日、敵の攻撃当たらないこと多すぎる気がする。いや、神様に愛されてるだけなんだけど、俺が。ありがとう。向こうが結構命中低いけど、威力高い技を結構ぶっ破していくんだよね。ポケモンはね、確実にやってた方がいいと思うんだけどね、俺は。さあ、パラセクト。パラセクトか！今作俺見たことないんじゃねえの、多分。パラセクト！目が可愛いですね、ほんと。言いましょう、冷凍保存ビーム。えい！くらえ！よっしゃ、いいダメージ。耐えるんだな、こいつら。ソーラービーム、光を吸収した。なあ、その攻撃、一手遅くないか？なあ、悪の波動。落としましょう。えい。よし。さあ、これでパラセクトも倒して、ラスト一体、誰だろう、ラスト。思いつかねえんだよな、あと一匹。ウツボット、そうか、ウツボットか。いたな、ウツボットちゃん。さあ、ウツボットはね、誰で行くか、ね、未来あるよで行くか、ここは、最後は。あるよ。未来あるよ。そうか、よく考えた、強化ジムリーダー戦最後までやってたら、ねえ、最後、時はジムのジムリーダーって、榊じゃなくなったじゃん。まさか次回はってやつか。ああねっていう。さあ、とりあえず地震行きましょう、地震。はい、毒入ってたよね、確か。こういうやつは。あ、毒入ってねえのかよ、お前。さあ、リフレクターはダメだろ、それ。それ貼られたらもうどうしようもねえじゃん、俺。どうすんだよ、激凛で怒るしかねえじゃん。ねえ。どうしよう、滝登りって聞くの？わかんねえ。どっちもわかんねえから適当に行こうぜ。引かねえ。ひるんで技が出せない。はい、狙ってました。一旦、無駄にさせる作戦ですね。さあ次。噛み砕くで防御ダウン作戦行こう。噛み砕く。下がれ！下がれ！あ、下がった！ほら、作戦通り、作戦通り、作戦通り。パワー1避ける。これ時間稼ぎやで、みんな、時間稼ぎ。な。これが最強の戦い方や。さあ、激凛。行きましょう。怒りの攻撃。これであと2ターンで落とせます。いや、このターンで落としたか。やべえ！さすが激凛。威力高えな。普通になんか終始圧倒したって感じでしたね、今回の戦い。参りましたわ。壁張ったしかしてないよね、エリカ様。勝ってしまったぜ。素晴らしいですわね。レインボーバッチ10個ほど差し上げたいわ。ありがとうございます。全部ください。またやる？明日。また明日ね、エリカ様。オッケー。
さて、じゃあ皆様ね、今回はこれで終わりにしたいと思いますね。ポケモンね、ドリツゴ EV クリア後もまだまだやれることいっぱいあります。次回強化ジムリーダー後編やっていきたいと思います。後編ではね、やつが多分出てくると思いますので。どんなポケモン使っていくんだろうな。楽しみですけどね。頑張っていきましょう。また見てください。アツペオン。